はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、昨日ちょっと余った時間でねちょろちょろやってたんですけど、これもう7割ぐらいね撮影なしで作っちゃいました。これ何かっていうと、ステーリングダンパー、これですね。まあ皆さんね、つけてるやつですよ、普通に。これをね、追加しようかなと思って、それのステーです。で、そのね、ステーはね、まあ市販品でも売ってるんだけど、自分、いろいろ、ちょっとインテーク周りやらね、あと、そのタービンの関係やらで、ちょっとね、純正というか、その、社外のステーも加工しないとちょっとつかないんですよね。ような感じなんですよ。なので、独自でね、こういうの、考えて作ってみました。で、まあ、これね、ほぼほぼもう、肩 OK なんで、今日はね、これね、肩取るのもね、結構大変でしたね。まあ、いつもそうなんですけど、どうやって肩取るかっていうと、こんなん。こうやってね、髪をね、切ったりして、実際肩取るんですよ。エンジンに合わせてみてね。エンジンとかフレームとかに合わせてみて、肩取るんですよ。で、それをね、ベースにこれを作るんですけど、まあ、これ紙なんでね、もうちょっとしっかりしたもので、これ、この紙をベースに、こうやってね、ブリキ板みたいな薄いの、を作るんですよ。こうダミーでね、一個作るんですよ。これをね、手でこう曲がるじゃないですか、簡単に。で、こうやってさらにエンジンにこうやって合わせていくって。これ、ぴったりだなってとこまで来たら、今度は本番で、こういった熱いやつね。こんなん手で曲げられないんでね。こういうのを仕上げていくっていう。だからね、まあ一個作るのもね、もうほんと、時間かかるんですよ。このもう肩取りだけでね、3時間ぐらいかかりましたよね。はい。まあいいか。で、今日は、まあ、ほぼもうできてるんで、この肉抜き、強度が落ちないようにね、まあ、抜いていくんですけど、まあね、このままでもいいんですけど、やっぱりね、こう、デザイン的にね、ちょっと、おしゃれにしようかなと思って。はい。あと、それと、この間つけたこれ。これがね、変圧器ね、タンクがね、こうタンクの下にこれつけるんですけど、タンクがこうガバッと来た時に結構ギリギリなんですよ。で、これ角当たってしまうと良くないんですよね。タンクに穴開いちゃったり、いろんなことを考えられるので、まあ干渉対策として、ここをね、ちょっとね、サンダーで吸ってね、丸くして、もうちょっとクリアランスね、確保していきたいと思います。まあ今日はそのぐらいですかね。ちょっとやってみます。
はい。じゃあね、こんなんできました。中抜いてね、どうですかね。まあ、抜かなくてもいいんだけど。まあ、ちょっとしたね、こういう一手間でね、ガラッと印象が変わったりするので、まあ、ちょっとやってみました。こんなんでもね、結構大変ですからね。外をね、削るよりも、やっぱこう中をね、くり抜いたりする方がね、作業的には大変ですよね。で、まあ、こっちね。こっちはステムの、下の方につけるやつです。まあ、これもね、見えるとこしか綺麗にしてないんだけど、ステム側のステーです。で、こっちはね、エンジン側になりますね。ちょっと乗っけてみようか。まあ、もう、ちょっとね、今、ボルト外してんだけども。こんな感じですね。はい。マニホールドのとこに、こっち。で、ブロックの方にこっちと。こんな感じですよね。はい。それと、ステムの方はね、こうか、こんな風にね、取り付けて、まあこんな感じになります。ちょっとつけてみますか。こんな風につきました。ちょっと分かりづらいですかね。まあ遠巻きに見るとね、こんな感じですよね。はい。分かりづらいか。どれだ、こうか。上から見るとこんなんですね。で、こういう風にね、動きます。いいっすね、すごくね。あ、それでね、ここでね、硬さを調整できるんですよね。くるくるっと回してね、こっちが硬いのかな。あ、そうですね、こっちが硬いのか。で、これ目いっぱいこっちかな。あ、柔らかいのかな、って感じですね。まあ別にこんなのなくてもいいんだけど、何分うち、これほら、ターボじゃないですか。もうこれ300馬力ぐらい出てね、もう落ち着かないと思うんですよね。なんでね、もうこういうのね、バッチリこう足回り固めてね、聞こうかなと思った次第です。はい。っていうのはね、まああれなんだけど、こっちがね、こうやって見るとタービンついて、こっちがなんですか、ちょっと寂しいんですよね、見た感じ。なのでね、この空いたスペースで、ちょっとつけてみて遊んだっていう感じですよね。まあ、あってもなくてもね、こんなもん、まあ別に、取ったことねえのかなって。ほんでね、このステアリングダンパー、今日使ったやつね、これね。
これね、もうどれぐらいかな、もう30年以上前のね、デートなんかなんかから出てるやつかな、もうちょっと銘柄わかんないんですけど、のやつです。たまたま見つけたんでね、見つけたのはいいけどこれ固定できねえじゃんと思って、で、まあ、今回ね、こんな風にね作ってみました使えるようにね。で、まあなんていうの、もうそんなん、こんなんやってる暇あったら、もういい加減走らせろよって、何やってんだって思われるかもしれないですけど、まあちょっとね、もうちょい待ってください。また待った時間がねないんですよ。これね、走らせた時にいろいろチェックもしたいので、ある程度ね、まとまった時間欲しいんですよ。だからね、もうちょい待ってもらえますかね。もうほんとね、もういよいよ爪の爪なんでね、もうちょっとでもうホイール爪にしてね、ガーもう暴力的な加速でね走っていく姿見せられると思うんでねもうちょっと待ってください。はい、じゃあね、まあ今回は、ここまでということで、次回お楽しみに。おお、意外とかっこいい？